テレビゲームも好きだった、はいはいはい、あのね、マリオとかさ、そういうのも好き、ボンバーマンとかも好きだったし、モノポリーとかあんじゃん、はい、ボードゲーム、はい、あれ一人でやってたからね、一人で4プレイヤーサイコロ振って、あ、こうだったらこうなるのかとか、その何、まあ、運要素もあるけど、何が一番効率がいいかとか、はいはいはい、そういうのなんか研究しながら小学生でやってたりした。一人で、一人で4人プレイやってたんですか？陰キャでは絶対にない。桃鉄とかも一人で4人プレイヤーとかやつ。マジですか？さすがにスマブラは違いますよね。スマブラできない。4人でやったら天才すぎる。1人でやったら天才すぎる。天才すぎる。普通に e スポーツ出た方がいい。e スポーツ出た方がいい。全然。じゃあ勝敗つかない。もうどっちも同じ脳みそですからね。同じ動きする。いや、すげえな。ゲームとかやるんすね。昔はね、よくやってたね。それこそメンバーでやったりとかはしなかったんですか？その、あ、してたよ、してた、してた。全然、まあ、スマブラとかやったかな。まあでも、DS とかで、なんかゲームとかやってた時あったな。でも、その、